どうも山蔵です。本日はですねスピットファイアオーディオ社から謎の荷物が届いております。開けます。とても素敵な箱が出てきましたけど、スピットファイアオーディオ15周年ということで、まあ、その企画でございます。今初めて言いましたが、とりあえず送られてくるからそれで曲を作って動画にしてくれという話だけは聞いております。で、何の音源がお題として渡されるかは開けてからの楽しみということで渡されたお題を3つ書いてあります。アビーロード1レジェンダリーローストリングス、アルビオン ログリアでいいのかな、読み方ね、マーティンウェアニック、これなんだろうね、俺知らないな。これアルビオンのやつは2か4かなんかいくつかあるうちのどれかだと思うんですけど、でこのアビーロード1のレジェンダリーローストリングスはこれはね、あのコンバスのやつですね。まあ私が持ってない音源3つを駆使してグッドラックグッドラックって書いてあるこれ早速インストールして曲を作ってみたいと思います。はい、というわけで、ひとまず3つインストールしたので、まあ音を何にせよねどういう感じなのかちょっと聞いてみてからね、まあ、どういう曲にするかも踏まえて考えてみようと思います。ボサノバちょっと思っても見ない方向の、アルビオンっつってこういう感じなの、フルバンド待ってこんな陽気な感じなんだっけ、アルビオン2ってこんな陽気な感じ、ちょっと違うの言ってみようか。これはまあそういう感じなんだ。なるほど。まあ、割となんていうのかな、エピック系としてはオーソドックスなタイプのねパーカッションが入ってる、ね、これは何だろう、あリバース系なんだ。で次、ああそういう感じかさあ最初のこの陽気なやつはな、一体何だったんだ。あ、ストリングス入ってんだ。続いてマーティンウェア、マーティンウェアで読み方合ってるのかな、レアヴィンテージシンセサイザー、なるほどシンセ系なんだね。もう音出してみようか。なるほど、いろいろ入ってるわ。ああ面白い、なるほど。どんな曲にしようかな。多分テンポ決め打ちなんですね。一番最後これですね、はい、アビーロード1のレジェンダリーローストリングス。あーオクターブなんだね、オクターブになってんだ。なるほど、あ全部オクターブなんだね。なるほど、この3つの音源をもとに、まあ、曲を作っていくことでっていうことでね、まあ、そんな感じで
3つの音源使いながら、まあ、これだけ作んなきゃいけないわけじゃないので、まあ、それちょっと組み合わせながら、まあ、この3つの音源を使用してうまくね、スピットファイアーオーディオ15周年を飾れるような曲にしたいと思います。まあ、ひとまずですね、まあ、とっかかりとして、うん、このシーケンスパターンからまあなんかこうイメージ沸かしていこうかなっていうふうに今思ってます。ダーティーなパターンができたぞ。これで始めようか。うん、ひとまずこんな感じで、うん、で、例えばちょっとこれがね、かなりパワーのある音だったんで、そういう意味で言うとちょっと物足りなさはありましたこれで当てもなく始めてしまっているからなんかうまくいく気がしてないぞ。でちょっとこの音色シンセシーケンスに対してのちょっとパワーが足らないんでギターアンプとかさせてみる。オレンジがしてみようか。かっこいいぞ。いいじゃんね、めちゃくちゃかっこいいよ。これバイパスよ。これをめちゃくちゃかっこよくなった。そしてこれもうちょっとさ、少しやっぱきついな、うん、ローファイ発音このくらいしとこうか。でそしたら個人的にお気に入りの 229.6mm ネイルス、これが結構好きな。適当だけど。せっかくなんで、まあここでね、他のスピットファイアのなんか合いそうな製品なんか挟んでいくのもいいかもしれないね。なんか急に世界観ができ始めてきたね。
まあ、そのイントロ的なところでね、あ、いいね、かっこいいぞそしたら最初書いてたね、ドラムがね。なるほどね。オッケー、ここはちょっと A でしばらくいこう。なんかちょっと人数が減ってる、うん、ただちょっと今この現状の中でいうとパワー足らない気もするんで、あー、いい雰囲気で、まあちょっとここらで一回なんかやっぱ生ドラムみたいのが入ってちょっと空気変えたいな。あ、いいね。まあ、結構いいかもしんない。うん。ここでですね、一旦エレキギター撮ってみようかなと。ちょっとなんとなく弾いてみますか。レジェンダリーローストリングスにロックアゲイン、ね、ユニゾン
うしよう、ね、ユニゾンだ。てなかったんで、なんかね、たまたまだけどこういう曲調になんかちょっと合うなっていう。あ、この辺が、ね、いけそう。順番的にはこうか。よいしょ。ちょっとミックスをして完成でしょうかね。はい、というわけで出来上がりました。一応これで完成ということで、アルビオン2使ったりマーティウェア使ったりね、ちゃんとレジェンダリーローストリングスも使ってます。あとはね、こっちのアルビオン2のローストリングス、ストリングスロー、コロサス使ったりね。まあ最近あんまり使えてなかったんでね、その辺がなんか使えたの良かったかなと思ってます。やっぱダークな曲にはこういうのいいですね。だったり、まあ、BT4 ボスだったり、まあ、ベースマーティンを使ったり。じゃあ早速出来上がり聴いてみたいと思います。
いかがでしょうか。改めてですね、まあ、今回このスピットファイアーオーディオから送られてきたハードディスク15周年記念、私はアビーロード1レジェンダリーローストリングス、アルビオン2ログリア、マーティンウェアニックという、ね、とてもしびれるチョイスでしたが、無事いい感じで曲をね作ることができて安心いたしました。引き続きですね、スピットファイアーオーディオの製品を、まあ、レビューしたり配信したり今後もねしていきたいと思っております。ご視聴ありがとうございました。山蔵でした。